はい、では自然言語処理における CNN として、まあ、CNN の発表として、まあ、その長岡技術大学自然言語処理研究室の森谷が発表させていただきます。まず、まあ、CNN っていうのを、まあ、結構前にやったと思うんですけども、これをやるために、まあ、必要な知識として単語を埋め込みしないといけないんですよ。エンベディングしないといけないんですけど、まあ、これ何するかっていうと、単語の、まあ、単語とか文字とかいったデータを何らかの行列とかデータの束にした方が、まあ、良さそうじゃないですか。なんで、まあ、すっごい基礎的な考え方として、このような単語狂気行列っていうのがあります。で、この単語狂気行列っていうのは、単純に単語の狂気回数っていうのを、まあ、行列して、今回の場合はこれウィンドウサイズ1っていう考え方でやったんですけども、まあ、これは左右の重み、1個の単語に対してその左右1個の左右1の距離の重みを一緒にして、その分の狂気行列をこれ求めてます。ただ、まあ、例えばこの I like apple っていうのを見ると、 I like apple の近くを見ると、まあ、I の次に like が来る確率は、まあ、確率っていうか距離ですね、は1みたいな感じで、こういう感じで、まあ、作ることができます。ただ、まあ、これ、まあ、結構見てみれば分かるんですけど、0とかいう結構無駄なデータが多いじゃないですか。これ、まあ、どう見ても、まあ、スパースがあるよっていうので、これをもっと密にしたいよっていうのが今回の、まあ、イントロダクションというか話の入り方になってきます。で、まあ、SVD っていう、まあ、これ特異値分解っていうんですけども、ね、まあ、こういう考え方を使って次元を圧縮していきます。で、これ、まあ、何するのっていう話なんですけども、まあ、さっきの行列、これ多分、まあ、m×n みたいなイメージで取ってあげると、まあ、この m×n の行列 C に対して、まあ、こんな感じの分解語なんですよ。 C イコール U のシグマ VT みたいな感じで、まあ、V のあれですね、反転感じで見てあげて、その時の、まあ、U っていうのは m×m の正方行列で、その各列っていうのは、まあ、C とその逆行列との直交する固有ベクトルで、まあ、表されます。で、逆にこれ右の、まあ、特異行列っていうんですけども、この V っていうのも、まあ、今度は n×n の正方行列で、で、まあ、C の逆行列と C とそれの直交する固有ベクトルで成り立ってます。で、まあ、この時のシグマっていうのは、この mn を逆にしてあげた nm 行列っていうので、その対角成分だけですね、まあ、斜めだけの成分が全部その特異値っていうので表現されてます。で、それ以外は全部0になってます。パパパパって、あの、まあ、対角行列成分だけなので、斜めの部分だけは特異値で取ってます。で、この特異値っていうのは何ですかっていうと、この時 C と、まあ、この固有値の、まあ、平方根で求まります。まあ、ここら辺の詳しい式は、ちょっと説明を省くんですけども、まあ、考え方としては、まあ、ここと U と V をもう一回いろいろ変形してあげると、変形っていうか、ここで、まあ、直交する固有ベクトルとか言ってるんで、この形にこれをいっぱい当てはめていくと結構すぐ出てきます。まあ、シグマが2回出てくるんで、それをルート取ってあげて平方根でやってあげると、みたいなイメージでやってあげるといいかもしれないです。で、まあ、こういう形で、まあ、次元を圧縮することができます。で、まあ、ちょっとおさらいなんですけども、まあ、ワード2ベックっていう考え方があります。で、これの、まあ、最大の目的っていうのは、単語のベクトルが欲しいよって話だったじゃないですか。で、まあ、これはその単語をベクトル化して、単語同士の意味の近さっていうのを、まあ、大体、まあ、意味かどうかちょっと分かんないですけど、まあ、その近さを計算して意味を足したり引いたりするよっていうイメージです。で、まあ、これは何で成り立ってるのかっていうと、分布仮説っていった、まあ、とある単語と単語の間、まあ、間、その周辺単語には何らかの関係性があるよっていった考え方が前提としてあります。例えば I eat apple っていう文字と、I eat apple のアップルがマスクされてた時に、 eat の次にアップルが来るのと、 eat の次にオレンジが来るのって、まあ、大体の意味の関連性があるんじゃないかみたいな、大体そういうイメージです。ただちょっと自分は、まあ、あれなんですけども、まあ、こういった仮説からこのスキップグラムっていうのは考えられています。で、まあ、
簡単なやり方としてはちょっと難しい言葉で言うんですけど、単語の前後に大きさ C のウィンドウっていうのを取ったもの、まあウィンドウっていうのを考えます。でそのウィンドウ内の単語に対しての括弧の出現確率っていうのを求めてあげて、まあこれ出現確率はソフトマックスですね、ニューラルネットとかで考えてあげると、でそれの総和を目的関数にして最優推定してあげるよっていうのが大きな目的です。これでこの直感的な、まあここに書いてあるんですけど、イメージとしては Do Android Stream the L2XC っていう、まあこういう文が与えられた時に、まあ Dream の単語に注目してあげましょう。でこれに注目した時にそのウィンドウサイズ 2として考えます今回は。でして考えると、まあ、ドリームの近くっていうのは、Android とか Do とか OV とか Electronic っていうのがあるじゃないですか。で、この周辺2単語が、このドリームの近くに生成さ、あ、ドリーム、この周辺単語があった時にドリームが生成される確率っていうのを考えてあげて、まあ、ドリームに対する括弧の生成、まあ、確率ですね。存在確率っていうのを考えてあげます、ここは。ね、まあ、これに対して、まあ、すべて、この注目する単語をすべての単語に対して行ってあげると、まあ、1単語に対する次のっていうのはちょっとおかしいですね。まあ、単語の生成確率と、まあ、存在確率ですね。ってのが、まあ、行列化することができますよっていう考え方です、これは。で、まあ、このワードツーベックとさっきお伝えしたこの SVAD っていうの、まあ、どっちも結構良さそうじゃないかって考えるんですけども、まあそれぞれ結構欠点とか利点があって、それをまあ良くしたものがこのグローブっていうのがあります。まあ簡単に言うとワードツーベックの利点っていうのは、まあ文章のさっきあったんですけども、まあその分布仮説が正しいとすれば、その意味とか構文表現っていうのをうまく捉えることができるよっていう利点があります、ワードツーベックは。ただまあその文章でワードツーベックで考えると文章全体のトピックっていうのは結構考慮できないよっていう形になっちゃうんですね。で逆に言うと SVD っていうのは文章全体の情報を使ってるため、そのトピックっていうのを結構見たり見ることができるんですよ。ただ逆にそのすっごい大きなコーパス、まあ本当に言語処理やってる人ならわかると思うんですけど、まあその行列の量とかも結構大きくて、で持ってくるべきコーパスってもうデータ量がすごい大きいよっていう問題があります。でその大きなコーパスに適用する場合に、その計算時間に結構問題が出てくるのがさっきの SVD っていうのでした。なのでまあここのグローブっていうのを考えてあげます。でこれはまあ単語の表記カウントっていうのを行列にしてあげて、そこにまあ下この式ですね、これをまあ最初次乗法とか使ってあげて、単語のベクトルを求めるための損失関数として定義してあげて、いろいろ学習させていきます。でまあこれを使ってあげて、でかつまあそのハイパーパラメータとしてこの A と XMAX っていうのがあるんですけども、まあ重みをつけるためにここの FX っていうのが入っていて、でそこに対して単語と単語でバイアスがあってって感じでどんどん学習させていけば、まあより早くかつまあどっちもの利点をうまく使った形で、まあ、その埋め込みができるっていうのがこれの考え方です。じゃあ単語の埋め込みしたら何ができるのっていう話なんですけども、まあ、CNN ですね。でこれまあ結構前にも言ったと思うんですけども、まあ、入力が文章の時はその各行を単語で表現するベクトルで考えてあげるといいよっていう話だったんですけども、まあこれ200次元の単語埋め込みを行った10個の文章があったら 10×200 の行列で考えることができます。でまあこの NLP タスクではこの行列をまあ一個一個こう見てきてあげることで、単語一個ずつ見てあげるみたいなイメージで考える、そういうフィルターを使って CNN でやっていくといいかもしれないです。まあこれが結構一般的に使われてるみたいなイメージを自分は受けました。でまあ、CNN っていうのはハイパーパラメータとしてその畳み込みの幅のサイズとか、こっちですね、とかストライド数、まあストライドっていうのはどんどんフィルターをどう分けていくかって話なんですけども、とかまあプーリング層の数、プーリングを行うんですけども、この数を何回行うかっていうのと、あとまあチャンネル、まあその最終的なチャンネル、まあどう表現するかですねっていうのを、まあ、ハイパーパラメータとして取り入れることができます。で、この、まあ、
分類、まあちょっとこれの問題としては、まあ、分類問題を解く CNN を実行するって考えると、まあ、畳み込みやプーリングの操作をちょっと使っちゃうと単語のどこにあったっていう位置情報っていうのは結構失われることがあります。で、まあそうですね、まあこのさっき言ったんですけど、ハイパーパラメータとしてチャンネルっていうのを考えれるって言ったんですけど、まあ画像処理とかでは結構、例えば白黒で考えるときもあれば RGB っていう、まあ結構ちゃんと、3つに分けれる状態があるんですね。まあそれを使って3、まあ、RGB って考えれば3つのチャンネルで考えれるじゃないですか。でこれをまあこういう NLP タスクとして考えると、まあ、例えば単語埋め込み表現って結構さっきあったじゃないですか。それをうまく使ってチャンネルを分けて考えることができるよっていうイメージで考えていただけるといいんじゃないかなと思います。でまあここで分類問題を解く問題やると、その局所的な位置情報が失われちゃうよっていう問題があったんですけども、じゃあこれ解決するためにどうしようかなっていう話で、まあこれ QRNN っていう考え方をちょっと用いようと思います。でこれはまあ RNN、 実際は RNN です。なんでまあ文書の位置的な情報は結構残ってるよっていうイメージでいいと思います。でその RNN の前回の隠れ層から、まあ、入力重みをかけて受け取るよっていうので、まあ、RNN は並列処理できないですね、簡単に言うと。まあ容易にできないんですけども、この QRNN っていうのではまあ、CNN を主なイメージとして取っていただいて、まあ、これを連続的なデータにして設定してあげるよ。で、まあ、重みを使わずに伝播させるから、まあ、要素と要素の独立、まあ、他の要素からの影響から結構独立した状態で残しておけるよっていうのは結構大きな点として残ってます。で、まあ、RNN とかの、まあ、その拡張として LSTM っていうのがあったんですけども、これをまあこういった関数でいろいろ表現してあげて計算してあげようっていうのをうまく使うとどうなるかっていうと、あ、すいません、よいしょ、ちょっと飛んじゃった。まあ CNN ってプーリングっていうのを使ったと思うんですよ。ただプーリングっていろいろな手法あって、平均値でプーリングしてあげるとか最大値でプーリングしてあげる、まあ言語処理のタスクでは最大値でプーリングしてあげるのが一番評価が高いっていうだったんですけど、まあじゃあこのプーリングの手法を変えてあげて過去のデータを使ってあげちゃえばいいんじゃないかっていうのが、まあ、これの考え方ですね。でこれ使ってあげると、まあ、4流域、まあこの時の F プーリングですねっていうのを使ってあげると、まあ大体1個前のやつがフォワードゲート入って、LSTM でいうフォーゲットですね、フォーゲットゲートに入って処理するみたいなイメージの行列が取れます。でまたコンテキストを取るって形で考えてあげても、そのフォーゲットとアウトゲートをうまく使ったプーリングをしてあげる、まあプーリングの処理でそれをしてあげるみたいなイメージで取ると、まあこの変形でできるんじゃないかなっていうことで提案されています。でまあ、そこにまたインプットを入れて書き込む割合として考えてあげると、まあ、こういう IFO プーリングっていうのがいろいろできるんじゃないかなっていうことで話されてました。でまあこれらを使ったこの QRNN っていうのは、まあ、CNN の感情分、まあ、CNN もともとがその感情分類とか言語モデル、機械翻訳っていった分野で結構使われてたりするんですけども、まあそういった NLP タスクの結果の中では LSTM と結構同等の怒涛か、もしくはちょっとそれ以上のスコアを出したというのが、まあ、論文に書かれてました。でまたそのベクトルをその要素の独立として結構扱うことができるんで、まあ、隠れ層の分析も行うことができるため、まあまあ、ヒートマップ、イメージはヒートマップみたいですね。ここの層では結構処理してたけど、ここの層あんまやってないなみたいなのが図示的に結構見ることができます、これを使うと。なんで、まあ、最近では、まあ、トランスフォーマーとか結構優秀なモデルがありますけど、まあ、こういうのをもっと拡張させることで、まあ、処理の高速化とか、そのニューラルネットがいかに学習していくかっていうのを図示的に見ることができるので、大規模な時になった時に実は強いかな、自分は結構考えてます。まあ、今回のスライドは、以下のこの参考文献を、まあ、こちらの資料ですね、こちらの資料を参考にさせていただきました。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。